コールドストリームガーズの連隊長代理とゲバ清掃のライフガーズ連隊員。イギリス近衛兵は、イギリス陸軍、この衛師団機下の各部隊に所属する兵士であり、君主の警護や衛兵任務だけでなく、一般部隊と同様に実戦部隊としての任務もこなしており、そのための訓練を受け、最新、現在でもバッキンガム宮殿やウィンザー城島において、英国陸軍のこ衛兵が、 英兵勤務についている。英兵は直立不動の姿勢で経営を行い、英兵交代式は観光資源の一つとなっている。不評部隊の清掃は赤い上着に熊の毛皮の帽子で有名であり、連帯によって制服のボタンの配列と帽子の飾りに差異がある。機兵部隊はジャケットの色が連帯により異なる。また、イギリスには、 王室騎兵やこの絵師団参加のこの絵連隊の他にも、恒常的に衛兵任務部隊へ部隊が配属されている、王立騎馬砲兵や、儀式の際に、国王、女王の護衛を務めるソブリン、S ボディーガードと呼ばれる部隊が存在する。本校ではこれらの衛兵部隊についても述べる。この絵連隊の制服を着て2008年トゥルーピングザ、カラーに臨むロイヤルファミリー、 この絵部隊を総括する組織として王室師団が置かれ王室機兵二個連隊とこの絵布表五個連隊を要している。王室師団長はロンドン管区司令官を兼ねている。一方、管理単位としてこの絵師団が置かれこの絵布表五個連隊と呼び役部隊である国防義勇軍のロンドン連隊がその管理下にある。イギリス陸軍の各連隊には 軍楽隊が置かれていたが1994年に分離され陸軍音楽学校を母体として編成された陸軍音楽軍団の下に編入された。そのため現在では各この絵連隊の軍楽隊も陸軍音楽軍団の参加にあるが式典等の際は元の連隊と行動を共にする。馬車に乗ったエリザベス2世の横にグレナディアガーズ連隊の制服を着たエディンバラ公。 あとに、ウェルシュガーズ連隊の制服を着た、チャールズ皇太子、ブルーズロイヤルズ連隊の制服を着た、アン王女、スコッツガーズ連隊の制服。徒歩行進中の王室付き兵隊赤い服が、ライフガーズ連隊で、紺の服が、ブルーズロイヤルズ連隊。ウェルシュガーズ連隊総長とコールドストリームガーズ、連隊兵士。総長が持っているのは、更新訓練用のコンパス。 これで兵士に更新時の歩幅を叩き込む。ウィンザー城での衛兵任務につく。ウースターシャーシャーウッドフォレスターズ。王室警備の実務は、ロンドン管区の管轄したロンドン警備の任にある部隊が行っている。ロンドン警備は、イギリス陸軍の各不評連隊から3個大隊が数年ごとのローテーションで、うち2個大隊が5個ある。この F 不評連隊第1大隊から、 残りの1個大隊が、このレ連隊以外の不評連隊から割り当てられる。ロンドン警備についている3個大隊は、このレ連隊でなくても、議場任務に交代でつくことになる。また、イギリス陸軍だけでなく、他のイギリス連邦に所属している国の不評部隊もロンドンに派遣され、衛兵勤務につくことがある。ロンドン管区の帰化に、ロンドンで衛兵勤務につく。 この絵部隊によって王室部隊が編成される。この部隊には各この F 表連隊の増強中隊、王室機兵乗馬連隊及びローテーションにより、ロンドン警備の任にあるこの F 表大隊の他に王立騎馬砲兵、国王中隊が所属する。イギリス陸軍も参照ライフガーズ連隊の儀式。2005年6月撮影。詳細はライフガーズを参照。ライフガーズは 新京都革命期に設立された王党派の騎馬隊が王政復古時に騎兵中隊となり後に再編成されてできた連隊である。新京都革命により大陸へ亡命中のチャールズ皇太子のためにオランダで編成された騎馬護衛隊がこの駅兵第一中隊ジョージ・マンク将軍の騎馬部隊が第二中隊チャールズの弟で後にジェームズ二世になるヨーク公の騎馬護衛隊が 第3中隊として、1660年の、ロンドン入場に同行した。その後、第4中隊の新設、騎馬的団兵の独立、ニコ中隊への再編を経て、1788年に、第1及び第2個の駅馬的団兵中隊を再統合して、ライフガーズ第1連隊及び同第2連隊に再編された。そして、1922年に、 ライフガーズ第一連隊及び同、第二連隊が統合されて、ライフガーズとなった。ブルーズロイヤルズ連隊兵士詳細は、ブルーズロイヤルズを、参照1650年に、オリバー・クロムウェルが創設し、1821年に、王子付き兵隊の一員となったロイヤル・ホースガーズと1661年に、旧王党派の兵士を集めて設立された第一。 ロイヤル竜騎兵連隊が1969年に統合されて、ブルーズロイヤルズとなった。統合後の初代副隊長は、アンドリュー・パーカー・ボールズ隊であった。2006年4月に、ヘンリー王子が配属された。詳細は、グレナディアガーズを参照グレナディアガーズ、連隊軍学隊、この絵敵弾兵連隊あるいは、敵弾兵、この絵連隊と訳される場合もある。 グレナディアガーズの起源は、ピューリータン革命により、大陸へ亡命中のチャールズ皇太子の護衛隊として1656年に、ブルッヘで創設された、ロードウェントワースこの F 票連隊と、1660、創立のジョン・ラッセルこの F 票連隊であり、1665年に、統合されて、この F 票第一連隊となった。ワーテルローの戦いで、 フランス大陸軍の再生部隊とされていた皇帝、この絵敵弾不評連隊を破ったことから、1815年に第1または敵弾兵、この絵不評連隊と改名され、敵弾兵の象徴であったベアスキンを着用するようになった。そして、ベアスキンは、コールドストリームガーズとスコッツガーズでも1831年から着用されるようになり、現在では、 この F 票の象徴となっている。1993年までは、第一大隊の3個中隊の内交代で1個中隊が、バッキンガム宮殿やウィンザー城の衛兵警備を実施し、残りの2個中隊は、訓練や気候旅団に派遣され、ウォリアー走行車による走行不評中隊、またはチャレンジャー戦車による戦車中隊の任務についていた。1993年に始まった。 兵力削減により1994年に第二大隊が活動休止となり、伝統は代わりに編成された内米編中隊に受け継がれた。同中隊は通年、議場任務を行う独立中隊である。第一大隊は数年ごとにローテーションで割り当てられるロンドン警備の際に交代で議場任務につき、それ以外の機関は、機構部隊、または、 空中教習部隊に派遣される。清掃の上着のボタンは等間隔に8個、帽子の羽飾りは左側に白。英兵勤務中のコールドストリームガーズ、連帯上級歌詞勘詳細は、コールドストリームガーズを参照。コールドストリームガーズは、チャールズ一世時代に失脚し、ピューリタン革命後議会派についたジョージマンクが、マンク不評連帯として1650年に、 創設した部隊であり、継続して任務についている部隊としては、世界最古である。ちなみに、マンク将軍の騎兵部隊は、後にライフガーズの第二中隊となった。王政復古の際は、スコットランドのコールドストリームに、イングランド共和国の部隊として駐留していたが、王統派について、チャールズ2世のロンドン入場に同行した。そのため、現在でも、母兵の際はこの時に通った。 沿道地域出身者を優先採用している。舞台名のコールドストリームはこの町の名前によるもので、チャールズ2世がこの絵第2連隊と名付けようとしたところ、第2とされることを兵士たちが拒否したためにこの舞台名になったという逸話がある。1661年にロードジェネラルズ、この絵不評連隊1670年に第2またはと改名された後現在の名前となった。 湾岸戦争ではクウェートに派遣されている。清掃の上着のボタンは2個ずつ4組で、計8個、帽子の羽飾りは右側に赤。スコッツガーズ連帯兵士、スコッツガーズ連帯パイプ隊、スコッツガーズである。1650年、イングランドのチャールズ皇太子が、ピューリタン革命により、スコットランドへ逃れ、スコットランド王位についたため、チャールズ2世の護衛隊となる。しかし、 議会派との戦いに敗れたため、チャールズ2世は大陸へ亡命し、1651年、連隊は解散させられた。王政復興後の1661年、チャールズ2世によって連隊は復興され、スコッツガーズとなった。しかし、連隊の創立者アガイル校は、議会派に組みしたとして、同年に処刑された。この事件においては、議会派に属していた。 マンク将軍に送った手紙が重要な証拠となった。1712年に、この F 表第三連隊1831年に、スコッツ・フュージリアガーズと改名された後、1877年に、再び、スコッツガーズとなった。ワーテルローの戦いでは、コールドストリームガーズ連隊と共に敵中に、孤立しながらも、重要拠点である、ウーグモンカーンを守り抜いた。 清掃の上着のボタンは3個ずつ3組で、軽9個、帽子には羽飾りがない。ドラム隊の他にバグパイプを演奏するパイプ隊を要する。連帯マスコットのアイリッシュウルフハウンド。アイリッシュガーズは、ボーア戦争におけるアイルランド人連帯の勇猛さが認められ、1900年にビクトリア女王により創設された。エッペイや、 分裂更新の時にアイリッシュウルフハウンドを連れている。第二次世界大戦マーケットガーデン作戦の際、A、第二軍の主力である第三十軍団の最先鋒の任を担った。1999年にコスボにも派遣されている。1992年まで北アイルランド警備は他のアイルランド系の部隊と同様に免除されていたが、軍縮によりローテーションが厳しく、 清掃の上着のボタンは4個ずつ2組で、計8個。帽子の羽飾りは右側に青。ドラム隊の他にバグパイプを演奏するパイプ隊を、要する。アイリッシュガーズ連帯のパイプ隊とドラム隊。アイリッシュガーズ連帯長の制服を着用した、ケンブリ自公爵、ウィリアム王子。2011年からは、ケンブリ自公爵、ウィリアム王子が連帯長を務めている。アイリッシュガーズ連帯兵士。 2005年6月12日撮影。英兵勤務中のウェルシュガーズ連隊員ウェルシュガーズは、ウェールズ人のこのウェルも作るべきという理由から、1915年、ジョージ5世により創立された。第一次世界大戦の最中であったため、設立から半年後にはフランスに派遣されている。第二次世界大戦開始時には、イギリス海外派遣軍に属し、アラスの戦い及び、 ダンケルクの戦いにも参加した。アラスの戦いでは、第一大隊輸送小隊長がビクトリア十字章を受章した。最近では、フォークランド紛争に派遣された。清掃の上着のボタンは5個ずつ2組で、計10個。帽子の羽飾りは左側に白と緑。衛兵勤務につく、王立騎馬方兵、国王中隊法を引いて行進する、王立騎馬方兵、国王中隊。 王立騎馬砲兵は1793年、渓流騎兵部隊と行動を共にする砲兵として、王立砲兵機関に2個中隊で編成された。ナポレオン戦争時には、ロケット中隊等が増設され、れ、1855年に、騎馬旅団へ再編された。現在は、実戦部隊3個連隊と乗馬部隊の、王立騎馬砲兵、国王中隊からなる。王立騎馬砲兵、国王中隊は、 王室機兵に代わって乗馬による衛兵勤務をするほか、国葬の際には棺を乗せた馬車を引くという、この部隊独自の任務もある。使用する馬はアイルランドバンバの影、青影あるいは青毛であり、国葬の際には青毛が使用される。AS-90-155mm 自走榴弾砲装備、L118-105mm 榴弾砲装備君主の直接の警護を行う。 現在では、イギリス軍の中でも、実績のある、退役軍人等が任命される、名誉職であり、任務は純粋な議場のみで、実戦配備されることはない。ヨーマン・オブ・ザ・ガード・ヨーマン・オブ・ザ・ガードは、イングランド国王ヘンリー7世によって1485年に、設立された。衛兵に選抜されるには、陸軍、空軍、海兵隊の上級可視官であり、 最低22年の軍歴と全交渉を受けていること等の条件がある。海軍出身者はなることができない。ロンドン島の衛兵隊である、ヨーマン・ウォーダーズと混同されることが多い。清掃も酷似しているが、タスキの有無が識別点である。このタスキは、ヨーマン・オブ・ザ・ガードが国王に随伴する最重を携帯していたため、その追い川の名残である。そのため、 ヨーマン・ウォーダーズの清掃にはない。武装として、パルチザンとサーベルが与えられている。ジェントルマン・アット・アームスのフィジャン・ジェントルマン・アット・アームスは、功績のあった軍人が任命され、儀式の際に国王、女王を護衛する名誉職。ヨーマン・オブ・ザ・ガードが、海軍以外の歌手官から選抜されるのに対し、海軍を含む将校から任命される。 1509年ヘンリーパス制により創立。清掃は19世紀初めの隆起兵将校の服装に準じたものが使用されている。ロイヤルカンパニー・オブ・アーチャーズの旗。ロイヤルカンパニー・オブ・アーチャーズは、スコットランドにおける儀式の際に、国王、女王を護衛する名誉職。1676年主的なアーチェリークラブとして、発足し、1703年再建。 ジョージ4世時代の1822年により護衛任務に就く。入隊資格はスコットランド人もしくはスコットランドとつながりが深い人物であること。選挙により選ばれる。ありがとうございます。